どうも肉まんです。今回は業務スーパーで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。ちょっと前に視聴者様から業務スーパーのエコバッグがすごく人気でおすすめですというお話をいただいたんですけど、ようやく買えました。この入ってる袋が業務スーパーのエコバッグです。可愛いですね。業務スーパーカラーの緑色です。このオリジナルエコバッグは税別95円でした。すごく安かったです。で、すごく大きいんですよね。使い勝手が良さそうです。今回買ってきた合計点数9点、合計金額1846円でした。それでは早速紹介していきましょう。やめてください。まずはじめに、新潟濡れせんべい4枚入り。お値段が税別84円でした。生醤油仕立て。濡れせんべいって過去に1、2回しか食べたことがないので、どんな味だったか忘れちゃいました。開けていきましょう。個包装で入っててくれてます。ありがたい。そして1枚の大きさが小ぶりサイズですね。すごく醤油のいい香りがします。すごくもちもちしてそう。いただきます。うん、醤油がしっかり効いてて、うん、もちもち食感で美味しい。カリカリの方が私は好きなので、濡れせんべいって全然買ったことがないんですけど、すごく美味しくいただけます。しっとりしてお餅みたいなおせんべいですごく美味しかったです。続いて、レンコン軟骨入りつくね団子 500g 入り。お値段が税別178円でした。原産国中国。ちょっと前に軟骨入りつくねを買ってすごく美味しかったので、味がついてないバージョンなんですけど、レンコンと軟骨が入ってるみたいなので買ってきました。全部で26個入ってました。こんな感じでいろいろな食べ方をしていきたいと思います。まずはチンのみ。大きさはこんな感じですね。断面はこんな感じです。人参がよく見えますね。いただきます。うん、弾力の弱めの肉団子ですね。ちょっと周りの部分がぐちゃってしちゃってます。軟骨もレンコンも入ってる量は少ないですね。じゃあ次はポン酢です。あれ、今回は軟骨を感じなかった。次は甘酢あんかけ。お肉の柔らかさが気になるぐらいで、お肉の柔らかさがもうちょっと弾力が欲しかったです。練り物よりも柔らかくて、お子様でも食べやすいと思います。で、軟骨感少なめですね。レンコン感も少なめです。続いて、美味しいエビ餃子 500g 入り。お値段が税別344円でした。原産国中国。こちらの調理方法は3種類ですね。ボイル、揚げる、焼く。お好きな方法で調理していいみたいです。私はやっぱり焼くですね。焼くが一番美味しい。全部で34個のエビ餃子が入ってました。すごく小ぶりサイズです。調理してきました。焼き餃子と水餃子にしてきました。小ぶりサイズなので可愛いですね。いただきます。うん、エビ感が全然ないです。ちょっと想像してたやつと全然違いました。エビの味もしないですね。中はこんな感じですね。ニラとか
キャベツは見えますけど、エビが見当たらない。エビ餃子っていうからにはエビがちょっと入ってるのかなと思ったんですけど、エビの食感もなくエビの味もなくいまいちでした。これだったら私は普通の餃子を買いたいですね。野菜の餃子の方が美味しい気がします。続いてごぼう人参ミックス 500g 入り、お値段が税別158円でした。原産国中国。前にも買ったことがあるんですけど、炊き込みご飯に今回使っていきたいなと思ってます。続いて焼きあご、だしの素 160g 入り、お値段が税別268円でした。気になる調味料を見つけてきたので買ってきました。天ぷらうどん、炊き込みご飯なんかに使えるみたいですね。使用量の目安もこんな感じで書かれてます。ここにはジッパーついてるので使いやすそうです。こんな感じで炊き込みご飯の完成です。いただきます。うん、味はバッチリです。冷凍のごぼうと人参はきんぴらごぼうにしても一緒なんですけど、食感があまりないです。やっぱり生野菜の方がもちろん美味しいんですけど、手軽に作れる点ではすごく便利なのかなと思います。鶏肉を切って足しただけです。うん、ごぼうと人参は柔らかい食感なので、小さいお子様とかいるご家庭はむしろこういう野菜の方が食べやすくいいと思います。うん、焼きあごの出汁って全然使ったことがなかったんですけど、すごく美味しかったです。今度は出汁巻き卵なんて作ってみようかな。手軽でいいと思います。続いて大根 500g 入り、お値段が税別113円でした。原産国中国。大根は初めて見たかもしれないです。冷凍大根は初めて見る気がしたので今回買ってきました。煮物にしていきます。煮物にしてきました。大根はかなり小さめな大根ですね。小ぶりサイズです。大根は全部で15個入ってました。いただきます。うん、美味しい。ちょっと食感が冷凍っぽさがあるんですけど、それでも美味しくいただけます。冷凍のまま気軽にいつでも使えるっていう点がすごくいいと思います。まあ、やっぱり野菜は生の方が美味しいので、味より手軽さを取る方にはすごくいいと思います。大根が小ぶりサイズで15個しか入ってないっていうことなので、生で買った方がお安いのかなとは思います。自分で冷凍保存した方が安く済みそうなので、これはちょっとリピートなしです。続いて和風鶏もも唐揚げ 500g 入り、お値段が税別376円でした。原産国中国。こちらはリピート商品です。冷凍唐揚げはこればっかり買ってます。美味しい。続いてラー油 31g 入り、お値段が税別92円でした。こんな感じで今回買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でのおすすめ商品はオリジナルエコバッグ。これはかなり使いやすそうでした。あとは今回買った出汁が美味しかったですね。焼きあご出汁美味しくいただけました。やっぱり冷凍野菜は食感がいまいちですね。まあ、ただ手軽さを取ったらいいのかなとは思います。大根に関してはみずみずしさが全然なかったです。まあ、冷凍にしちゃうとそうなっちゃいますね。こんな感じで終わりにしたいと思います。
気になったものあったら買ってみてください。少しでもいいなと思ったらグッドボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。